はい。おかえりなさい。はい、おかえりなさい。ね。今日もお疲れ様でした。ね。はい。もうすぐお盆ですね。まあ、お墓参りに行かれる方もね、多いと思いますけれども、まあ、よく聞いてくださいね。特別な人。ね。特別な人にとって、お盆っていうのはね、やっぱり特別な意味合いがあるっていうか、霊道が開くっていうのを聞いたことありますか？神霊につながる道が開くんですね。神様につながる道が開く。まあ、霊道って言ってもね、お化けが通る道のことじゃないですよ。うん。ね。私が言う特別な霊道が開くっていうのは、心霊の見えない力で人生が変わる。いわばね、ここからまた心機一転、新しい運が開ける。それがね、特別な人にとってのこの時期、お盆ということなんですね。特別な人にとってそういう意味でこの時期お盆っていうのはね、やっぱり特別な時期なんですね。うん。まあ前にね、こういうことを、まあ、お話をさせてもらったんですが、本当を言えばこれはね、一部の人がね、特別に天に昇ってから言われることなんですね。天に昇って天に帰ってからですね、特別な神様からこういうふうに言われる。特別な神様はあなたにね、こういうふうに言うんです。あなたはもう自分のことが分かってますかってね。するとね、あなたははいって答えるんです。そう、あなたは特別な魂です。こういうふうにして話は始まるんです。あなたは地上に戻りたくないと思っています。はい、あなたは答えるんですね。はいって。あなたは地上では辛い目に遭ってきましたね。でもそれは意味のあることだと分かっていましたね。はい、分かってました。それは素晴らしいことです。そして今、あなたは求められている。あなたは求められている魂なのです。地上にとって必要な魂だというのも分かってますね。私はもう戻りたくないんです。あなたがそう言うとね、特別な神様はあなたにこう言います。他の誰でもいいと思いますか？他の誰でもない。あなたしかいない。あなたしかありません。特別な神様はそう言って、あなたのことをぎゅっと抱きしめて、あなたのね、おでこに優しく口づけをするんです。すると、あなたの記憶はその瞬間にプツリと途切れる。そして、その天の記憶は光の記憶として封印されて、あなたの魂の中に封印されて、しばらくしてね、あなたはこの世に赤ん坊として生まれてきたんです。特別な人にはね、そういう魂がある。そういう特別な人の輪廻転生です。何かの物語かとね、まあこういうふうに話すと、まあ、思われるかもしれませんけれども、特別な人の人生っていうものは
今もこのようにして天から続いている。そしてね、私が言うこの特別な人ね、本当にね、本当にだよね、自分の人生をね、どこか高い、このどこか高い場所からね、自分をね、客観的に見ていて、なんか自分の人生って変だよなーって、なんか物語みたいだよなーって、自分の人生を不思議と高いところから客観的に見ているようなところがあるんですよ、ね、それってそういう目線の高さっていうのはどこから来たと思いますか？目線がね、この世全体を見ているようなところがある、ね、まあ、今日の話はね、ちょっと普通の人には理解不能でついてこれないかもしれない、ついてこれない方がいらっしゃるかもしれない。でも中にはしっくりくるっていう方もいる、まあ、自分のことだと分かってる人もね、中にはいるんです。もしね、ちょっとでも感じるところがあったらね、どうか最後まで聞いてください。特別な人にとってこの時期、お盆っていうのは特別な意味がある。それでは始めます。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳光です。さて、この時期はですね、お盆というのはね、この時期は神様への道が開くっていうのは、これはね、いわばスピリチュアルコミュニケーションなんですよね。スピリチュアルコミュニケーション、つまりこの世の人の魂とあの世の魂が通じ合う時、それがね、お盆という時期なんです。霊感が自分には全くないっていう方でも、この時期ばかりはね、まあ、あっちの世界とつながりやすい、まあ、これはわかりますでしょ、ね、霊感が全くないっていう人でも見えちゃったりね、感じたりするんですよ、この時期は。ですからこの時期にお墓参りに行かなくちゃっていうふうに思ったりするっていうのはね、どうしてもね、まあ、そういうその手の波動っていうものはこの時期に開いている霊道というものを通じてこっちにね、ビン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 来ているものなんです、ね、感じてらっしゃる方いると思うんですが、やっぱりこの時期にね、お墓参りね、まあ、いつも行かれているっていう方はもちろんですが、普段あんまり行かなかったりする方でも気になるっていう方が多いのは、ね、こういうふうに行かなくちゃって思ったりするのは、やっぱりね、自分とのつながりの中で、ね、この霊脈のつながりが強い方へのね、そのお墓、まあ、普通は自分の家族、自分の親族ですね、亡くなった親御さん、そういう方のいるお墓にお墓参りに行きたい気持ちになる、まあ、一番つながりが強いのはやっぱり先祖代々のね、まあ、血のつながりですよね。で、この血のつながりのことを血脈って言いますけれども、もう一つ霊的なつながりを持った霊脈っていうものがあります。こうね、この霊脈の話はね、不思議な話で、まあ聞いても信じられないっていう方がいらっしゃるっていうのはね、まあ確かにいらっしゃるんですが、でもね、逆にね、確信している方もね、いらっしゃるんですね。うん。コメント欄でね、こういう方いらっしゃいましたけれども、うちは先祖代々、二
不動明王をお祭りしていますと。すると、どこへ行っても、まあ、知らずに行った先でもね、旅先でも、なぜかお寺さんですとかお参りすると、なぜかそこに不動明王様のお堂とか仏像が置いてあって、ね。あ、やっぱり自分は守られてるんだな。ありがたい。だから不思議と悪いことが起こらない。ね。いつも不動明王様に守られて悪いことが起きない。まあ、これがね、まあ、ある人は観音菩薩であったり、まあ、そういうふうに観音菩薩に守られているとかね。またある人は、私は龍神様に守られていますと。まあ、そういう人もいらっしゃる。ね。で、まあ、ここからが本当に不思議っていうふうに思われる。まあ、信じない方もいらっしゃるとは思いますけれども、ね。あるんです。これね、龍神様が自分のご先祖様の中にいるっていう方も中にはいらっしゃるんですよ。ね。これ、龍神様がご先祖様ってなんだよって思われるかもしれませんが、例えば、龍神様が降りてきた人とご先祖様が交わって身ごもった。するとですね、龍神の魂を宿した子供が生まれるんです。うん、で、その子孫というのがいるわけです。ね。例えばそれがあなただったりするのかもしれない。まあそういうことがね、あるわけですよ。すると、その人は龍神の魂を霊脈として持っているわけですね。ね、いわば霊的な DNA があるわけですね。すると、ね、何かとその方は龍神との縁がある。龍神の雲を見たり、龍神の光を見たり、まあ、様々な形で龍神様の姿を見ることになる。ね、そして守られている。守られているっていうのをとても実感する。まあ、神仏、仏様の神様ばかりとはこれ限らないですね。霊格が高くて神格化している歴史上のね、偉人、ね、有名な人物。例えば、坂本龍馬が守護霊についていたり、ご商売をされている方だったら、経営の神様って言われた、ね、松下幸之助さんの御霊に、ね、守護霊についてもらってるっていう方もいる。ね。遠い遠い星から来た魂をね、前世に持って生まれて来られたっていう方もね、中にはいらっしゃるんですよ。うん、冒頭でね、まあ、封印された光の記憶について話しましたけれども、生まれる前のね、その記憶がね、まだ鮮明にある方もね、中にはいらっしゃるんですね。遠い宇宙にそういうふうに魂のつながったファミリーがいて、自分は以前は遠いそういう遠い宇宙にいましたと。まあ、そちらにもご先祖様がいると。ね。まあ、本当なんですよ、これ。まあ、地球でのね、ご奉仕が無事に終われば宇宙に帰りますって、そういうふうにね、実感としてね、本当にそういうふうに感じてらっしゃる。そういう霊脈もある。ね。そういう霊脈。そういう魂の DNA でつながっている守護の、ね、守護の神霊ご先祖様について、ちょっとね、ここにね、少しだけ、ほら、こうまとめてみましたんで、ちょっとご覧ください。もちろんね、ここに挙げられている神様ばかりじゃなくって、まあ、ご自分の霊脈につながっている方はね、他にもいらっしゃると思うんですよ。例えば、この時期ね、旅行に行かれる方いらっしゃると思いますけども、旅行に行かれる方はね、まあ、その旅先になぜ自分がね、そこに惹かれたのか、ね、考えてみてください。どうしてそこに行こうと思ったのか、理由もなくね、行きたいと感じたんだとしたら、そこにはね、ご自分のね、霊脈のルーツがあるのかもしれない。ね。まあ、こういうふうにですよ。自分と何らかのつながりを持つのが霊脈であり、守護霊さんであるっていうね。
はあ、まあ私もね何人か知ってますけれども、たくさんの守護霊にね、守護霊さんに守られている方も中にはいらっしゃる。ね。ね。私はね、このご先祖様、守護のご先祖様ってよく言いますよ。ね。もともとね、日本人にはこういうね、自分の神様、ね、家の神様とも言いますけれども、しっかりつながることでね、そこに祈願をして、しっかりご祈願の成就を成し遂げていたんですよ。ね。そしてね、本当はそれは今でも変わらない。全然変わらないんです。ね。変わったのは、そういう意識が薄くなってしまった。あるいはね、全然なくなってしまっている人も中にはいるんです。でもね、本当は今もちゃんとね、つながっているんです。うん、つながっているんです。今でもね、全然ちゃんとね、つながっているんです。はい。ね。間もなくですが、私はね、ご法府特別祈願というものを再考させていただくんですけれども、この特別祈願の中で、守護のご先祖様に向かい合うとき、亡くなられたおじいちゃん、おばあちゃん、亡くなられたご家族のお顔、お姿が浮かび上がる。ね、そうした場面があります。ところが、その一方でね、見たことのない、ご存知のないどなたかのお顔、お姿がそこに浮かび上がる。ね。お会いしたことはないけれども、大変立派な守護霊さんがあなたの先祖の霊としてついておられるって、そういうことがね、あるわけです。こういうね、不思議なことが起こり得ますのは、本当に本心からの魂の叫びにも似た祈願、祈りですね。本心からの祈願が非常にね、非常に徳の高い心霊をね、呼び寄せるっていうところがあるわけです。これをね、特別祈願、ご法府特別祈願と呼ばせていただいているわけですが、なぜなら、徳の高い心霊と言いますものはね、これは、もし誰かが自分の名を呼んで、どうか助けてください、助けてほしい、救っていただきたい、救ってほしいと願うならば、自分の名前を呼んだ人をね、あなたのことを我が子と思い、我が孫と思い、たとえそこが地獄であったとしても、降りていって救う、ね、救いたい我が子、我が孫、我が霊脈の子供たちを救いたい。このようなね、霊脈、ね、霊脈というもの、霊的なつながりのことを、ご先祖様と日本人は昔から呼んで大事にね、非常に大事に、大事に大事にしてきたわけです。うん。ね。日本にはね、この国には行く先々に神様がいますよ。ね。手を合わせて、心の中で手を合わせて、ご先祖様、ありがとうございます。いつも見守ってくださりありがとうございます。真心を込めて、本心から祈りを捧げれば必ず守られる。ね。不思議と悪いことが起こらない。救われるんです。助けられるんです。助けられます。悪いものが消えて、良いもの、良いことがどん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 起きるようになっていくんです。ね。どん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 良いことが、良いことが起きるようになるんです。目には見えないけれど、目には見えないからこそ、大いなる力、見えない力は人を守ってくれる。私たちの運を開かせてくれる。どうか改めて再確認をしていただきたい。この時期ね、お盆というのはそういう意味で大切な時期なんですね。それでは守護霊さん、守護の神霊、ご先祖様の力強いご加護がありますように、守護のご先祖様の力強い愛に満ち溢れた力強いご加護がありますように、あなたに見えない力をお送りしますので、受け取ってください。
はい、お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございますね。ぜひね、間もなくあります、特別祈願の方にもね、ご参加をいただきたいと思います。はい、それではいつものように皆さんの願いが叶いますように願っていただきまして、あなたのそのお力で皆さんの願いも叶いますように、あなたのその魂の力で後押しをしてあげてください。皆さんにとってベストの願いが叶いますように、あなたにとって最高の素敵な願い、ベストの願いが叶いますように。大丈夫、見えない力が守ってくれます。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。